文字起こしデータをノーションに転送する。ノーションとは、ノーションは仕事の質とスピードを向上させるコネクテッドワークスペースです。ドキュメント機能やプロジェクト、ウィキなど業務効率化に役立つ機能が豊富に搭載されています。ノッタの文字起こしデータをノーションに転送することで、インタビューや議事録などの長文を転送、複数のソフトウェアにまたがってデータを転送する際に発生するエラーをなくす、ノーションでテキストを再フォーマットする手間と時間を省くことが可能です。またノッタ公式サイトではノーションをより使いやすくするためのテンプレートも用意していますので、ぜひご活用ください。ウェブ版ご利用ガイド、ノッタとノーションの連携。初回使用時にノーション設定が必要です。ノッタホーム画面の左下にあるアカウントを開き、左側の他社サービス連携設定タブをクリックします。ノーションの一覧から連携するボタンをクリック、ノーションのリクエスト画面が表示されます。右上のワークスペース名をクリックして、ワークスペースの変更や別のアカウントを追加することができます。ワークスペースを確認してからページを選択するをクリック、連携したいページを選択します。該当ページが表示されない場合、ページを検索の欄からページ名を入力して選択してください。そしてアクセスを許可するをクリックすると連携が完了します。ノーションに転送する方法。該当ノートを開き、詳細画面の右上にある3点ボタンアイコンをクリックしてからノーションに転送をクリックします。こちらの画面で転送先データベースとオプション事項を選択してください。必要なデータベースが検索結果に表示されない場合、アカウント他社サービス連携設定より一度ノーションとの連携を解除してから再度連携を行ってみてください。転送するボタンをクリック、ノーションに転送しましたのポップアップが表示されたら完了です。ノーションでこの文字起こしデータを確認したり編集することができるようになります。ノーション連携を解除する方法。左サイドバーのアカウント他社サービス連携の順にクリック、ノーションの横にある解除するをクリックします。本当に連携を解除しますかという確認画面が表示されるので、解除するをクリックします。これでノーションとの連携が解除されます。アプリ版ご利用ガイド、ノッタとノーションの連携。まずノッタとノーションのアプリをダウンロード、ログインしましょう。次にノッタアプリ版を開き、アカウント他社サービス連携設定をタップ、ノーションの下にある連携するをタップし、もう一度連携するをタップします。ノーションのページ選択画面が表示されるので、ページを選択するをタップします。右上のワークスペース名をタップして、連携するワークスペースを変更することができます。連携したいページを選択してからアクセスを許可するをタップすると連携が完了します。ノーションに転送する方法。転送したいデータの詳細画面にてノーションアイコンをタップします。転送先データベースを選択してからノーションに転送をタップします。オプション項目を選択してから右上のダウンロードをタップすると、この文字起こしデータがノーションに転送されます。ノーションでデータを確認したり編集することができます。ノーション連携を解除する方法。アカウント他社サービス連携設定をタップ、ノーションの下にある連携を解除するをタップします。本当に連携を解除しますかという確認画面が表示されるので、連携を解除するをタップします。これでノーションとの連携が解除されます。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録・高評価もお願いします。